素晴らしいムービーを作ってくれたムービーチームにも拍手してください。ね、ありがとうございます。ね、そしてジェミックスの世代にも拍手してください。ね、そしてジェミックスのこのキャンプ、まあキッズキャンプもですけど本当に捧げてくださった、な本当皆さんに心からあの本当に感謝します。Thank you so m u c 私も後半、主人と行きましたけれども、もう、もう、もう、おっとサウナ状態でした。しかし、本当に確かにイエス様、おられました。そして、一人一人の中にイエス様がもう見えました。ねあのさっきの最後の皆さん、笑顔見ましたか あれ当たり前の笑顔じゃないんですよ。A, a smile, もうちょっと近くでやろうか。<laughs> 近くがいいよね <laughs>。そう、あの笑顔はあの作り出せる笑顔じゃないですよ。イエス様がうちにおられる笑顔です。 But 特に今日9月1日、今日から9月です。ね9月に入りました。<laughs> no, あのそうそう、これを言わないと。あのお母様たちお母様たち <And S 2> はいお母様。夏休み、お疲れ様でした。本当にお母さんに拍手して。 ねえもう毎日毎日ギャー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 いう子供たちをお世話しご飯を作り。 ついろんなところに連れて行ってお金も使ったと思います <laughs> ね、本当に家庭が祝福されるように私、本当に祈っています <laughs>、はい今日から9月なんですけれども、so s September. <S はい、9月においてこれからのメッセージどうしようかなとして思って祈ってました。<laughs> はい で今日主人はいないんですけど、今日は沖縄で JPF という、あのー、カンファレンスの実行委員長なので、一応委員会に行っています。 本当に日本の教会が一致するために、ね、一致して、ね、本当にこの神の国にしていきたいなと本当心から願っています。 そしてち,ょっとちなみにあのちょっとアナウンスがあるんですけど9月27日、ガールズナイトをします。女ののの子だけ礼拝今度はチェックなのでチェックでチェッッククなでで してくださいチェック柄。So the next いチェックをチェックチェックをチェック。チェックをチェックしてください。はいしょうもない。はいそして10月5日にワトトがまだ来てくれます。And Watoto i え今本当動いていますけれどもぜひこのね。 このウガンダの子どもたちの光を見に来てほしいです。今、はい、今日日日もも集会があるのでぜひ、ね、興味のあるるのののでぜひ興味方来てくださいい、そしてももう一個アアナウンスはは月20日にーーニバーサリーの礼拝を持ちます、はい、今年あじ

<laughs> すごいすごいすごいな今の感じはいそれでね9月に入って今年のねこれからの後半のテーマどういうふうにあのとり神様を導いてるかなってあの神に祈りながらみち話してました。You know, we talking, season, でもう一度クロスオーバーに戻らないといけないと。 主が語られ、クロスオーバーアゲインとしました。っっててきたたいくなってるやんね多分 <You S 1> の人たちはジェン いいくのはいいです yeah, 進むのはいいです。But, yeah, でももう一度、主を知りましょう。もう一度、主がどういうお方かを知ってほしいです。皆さん、ここまでどんなふうにこの詩篇百編を。 キャッペの三節をね祈りながら来られましたか？For, uh, verse, uh, uh, ねどんな主とお出会いしましたか？Kind of お癒し主だ。Er、おー奇跡の主だ。Oh, あー救い主だ。Oh, ねそんな出会いをした人もいると思いますけど。でも you know, なんかいつもと一緒だなって思ってる人も数人いると思います <laughs> そんな強いインパクトある主との出会いがないなって思ってる人もいるんじゃないかなと思います <laughs>、ね、私にとって、まあ、今日までのお今日までその主との出会いは いや、ハレルヤ、ハレルヤっていうものではないんですよ。You know, for me personally, this knowing him in this season was not like just all hallelujah. なんか、おお、ハレルヤおお、おお、ハレルヤ。おお、ハレルヤ。なんか、ハレルヤ、ハレルヤ少女みたいに見える ?You know, do I look like a hallelujah girl? 見えない。 ない, <laughs> いやでも今年ほど本当にいろんな試練を通ったことはないんじゃないかなと思いますあそれ去年も言ってたかな <laughs> <笑><笑><笑>、うん、でも本当になんかこうなんかハワイの風を感じない言ってましたけどハワイの風を感じておお晴れるやっていうものではなかったんです まるで火の中で精錬されるような感じってわかります <laughs> <laughs>、ね、そ,うそれがじゃあクロスオーバーしていないことなんでしょうかそれは主を知らないということなんでしょうか、ね、クロスオーバー、主を知り越えるということは何か現象にとらわれないでください。 すごい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 っていうことにとらわれないでください。ね、私たちは大,大きさにフォーカスしちゃいけない。出来事にフォーカスするんじゃないんです。ね 主がどういうお方か知れるということこそクロスオーバーなんですよ。神様は確実に皆さんに働いておられます。God is surely working in you, on you.He is working on you. でも、エーメンって言えない時がある。<laughs> それは、あ こんな小さいことなのにというこの小ささっていうことに私たちがフォーカスするからですだから今日私は皆さんが一体どんなことを小さいと思ってるかをちょっとお話ししたい、ね、小さいというのはこれくらいとか少しとか まず一つ目は自分くらいと思う自分を皆さんそう自分で見ていませんか、uh, you just just 私くらいいなかっても you know, like, こんな私一人悩んでいてもこんな私なんか Why just all me. 皆さん、この考えはどれほど天の父を悲しませるか知ってください。私の子供が、母さん、私なんかいなくていいよねって言われたら、どれほど悲しいことでしょうか 勉強ができるとか、何かかわいいとか、あなんか親を喜ばすようなことをしたとか、そんなこと全く関係ないんですよ。私たちは神の最高傑作品。 また今日もそれって思ってる人でしょ。<laughs> はいまた今日もそれですいつでも言いますいつでも言います私たちは本当に実は忘れやすいんです Because so、easy to forget. 実は失敗したときにそう信じないからです。We fail, we えっと、三浦綾子さんって知っていますかクリスチャンの作家ですね。Uh, 彼女が「氷点」という本の中でこういうことを書いています。Like、book, ぜひ三浦綾子さんの本を読んでみてください。そこでこういう文章が 出てくるんです自分一人ぐらいと思ってはいけないその一人ぐらいと思っている自分にたくさんの人が関わっているある人がでたらめに生きるとその人間の一緒に出会う全ての人が不快になったり迷惑を被るのだそして不幸になるのだおじいさんはしみじみとこうおっしゃったそして真の意味で自分を大事にするということを知らない者は他の人をも大事にすることを知らないともおっしゃいました。 One shouldn't think uh, they're, uh, they're alone. one shouldn't underestimate, undervalue themselves, even when they think uh, they are all alone, uh, that person surrounded by so many. The carelessness of one person can uh, uh, steal, uh, steal the joy of every person they meet in their life. And they become interruption and sad as well. And my grandfather uh, confined me in me as a one doesn't truly, 本当にこの通りです。皆さん、本当にこの通りですよ。あなた一人と思っている周りにはたくさんの人がいます。あなたが悲しんでいたらみんな悲しむんです。 だからイエス様はイエス様も同じことをおっしゃいました。マタイの22の39。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の今しめは同じように大切だとおっしゃいました。聖書イエス様は

全て聖書に答えがあります。それはまず自分を愛するということなんです。自分をありのままで愛するとき、人を愛することができるんです。で、日本ではえ、自分を愛するってそれ甘いことじゃんって。 教えられてこなかった自分を愛することは後回しにしないと。我慢して。 失礼 you know, you して、uh, もちろんそういう時もあります。でも自分を愛す,ること愛することとナルシストとは違います。自分を愛するというのはこのかけたままの自分を神が愛するように愛するということです。 でも、ナルシストというのは自分の悪い態度も罪も全部許すという生き方です。それは自分を愛するという生き方とは違いますからよく聞いてくださいね。自分をかけたところがあります。でも、イエス様はそのかけたあなたのかけらを 大切に持ってくださる方ですなんでかけてんのとはおっしゃらないんです。か、like、けてるからはいはい、こうやってボンド塗ってはいはい、はい、はい、次やってやってっていう方ではありません。このかけた私を愛するために、神は 一人の息子をくださったんですよ。皆さん、ああ、そうだね。ないで。あ、なって、過こさないで。<laughs> あなたの欠けたなころをイエス様はなそながら十字架に命を捨ててで。その愛を証明してくださったんです。すこはないはないで。そこはないで。そこはないで。で。そ For our じゃあ自分を見て今日落ち込みますよきっと。<laughs> <laughs> その時どうするんですか、so、あ,あ僕なんてダメだ。Like, ah, s <S あの人なんか違うどうして神は祈りを聞いてくださらないんだろう <laughs> と私は皆さんを見ていて代弁しています。<laughs> And その時どうするんですか you know, こんな自分くらいということをまず悔い改めましょう。Said, oh, あなたは自分くらいと一言も言っちゃいけないです。Say, 自分なんかじゃないです。It s, it s あなたは小さくないんです。小さくない。言ってください。私は小さくない。Yourself, 私は愛されてる。<am> かけたままで。 それを失敗したときに言うんです。そうするときに、かけた隣人を愛することができるんです。あなたは小さくないですよ。Not imperfect. Not small. 天の父は、そのあなたを愛するために御子をくださったんです。 隣の人にあなた最高だねって心を込めて言ってくださいそして言われたらありがとうって受け取ってください、はい、そういいですか <Okay? S 1> もうこれコーチングみたいなメッセージですけど それを皆さん、隣の人は誰もすぐにあなたのトイレやお風呂に駆けつけて言ってきてはくれません。だから毎日毎日自分で自分にそう言うんです。これを毎日練習してください。それがあなたを笑顔にします。輝かせます。あなたは小さくないですか じゃあなた小さくないよ。あなた大切 you <are> precious. お。これだけ言っていたい。ずっとずっと一生一生。本当に正しい自尊心を持ってください。ごめんね、自尊心。神の目から見た。 紙の目から見たメッセージを自分にかけてくださいね。二つ目は自分の小さな思いや願いを無視しないでください。ね、私たちの心にいろんな願いや思いって起こってくるでしょ？こうした方がいいかな。 これ話した方がいいかなこの僕の悩みは何だろう、ね、いろんな、皆さん、心にいろんなメッセージがやってくると思います。ある本を読んだんですけど、皆さんが口に出している言葉と、心の中で話している言葉ってあるんです。 であのこ口に出している言葉は心に出している言葉の千倍話しているんです。心に起こってくる言葉っていうのは口に出すと千倍起こっているということです。心の中で。 皆さんそんなに自分と自分で話してるってことですよ。そんなたくさんのことを考えているってことです how much things thinking.、ね。で、私たちはその小さな思いや願いをどうしていますか多くの人はそれを保留にするんです。そして無視するんです。And they ignore it. 良い願いも悪い願いもそうするとどうなっていくんでしょう人間は迷い出すんですわからないって言う人いるでしょういろ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 この脳みそで考えすぎているからです私たちはどうするんでしょうか what should we do? 考えるんじゃなくて祈るんです いいですか <Yeah. S 1> 考えを祈りに変えてほしいんです。私たちは見たまによって生きるように作られているんです。自問自答するんじゃなくて、ね。あの人にこう言われたからどうしようって考えるんじゃなくて。す、oh, 全て祈りに変えるんです。You just turn all into prayers. だから皆さん、今日から小さく起こった願いをすべて考えるんじゃなくて、イエス様って祈ってください。やってくださいよ。やるんですよ <laughs> あ。また考えるんじゃないんですよ。Just think about it. 祈って <And pray. S 2> あ、考えが起こります。 祈ります。はい委ねますまた同じ考えが起こります。考えないで。祈ります。委ねますはいまたいろんな思いがやってきました。ああ、なんかもうよくわからん、祈りって。だから祈ります。はい委ねますこれを繰り返すんです。皆さん、考える人になっちゃいけない。ね祈り出すんです。 そして神が知恵をくれます。そして最も何を語ったらいいかその言葉すらくれます。そし そして誰に話すべきかも教えます。そしていつ話すべきかも教えます。それがクリスチャン生活ですよ。皆さんに聞きたいです。クリスチャン生活してますかえ考える生活してる人がほとんどです。私の一つの話をするんですけど、私実は小さい というか新聞を読むのが好きでした。見えないねって思ってるでしょう。<laughs> まあでも新聞を読んでるんですけど本当に夢がないよね <laughs> で。で15歳でクリスチャンになった時にあのこう新聞を読んでいてあこの政治の世界に本当にイエス様の愛が必要だなと思っていたんです。 And I became Christian when I was 15 years old, and I was reading this newspaper. I realized that this nation, this それであの私は政治家には召されて、どう見ても召されていないので、<laughs> あの政治にイエス様の福音が届きますようにって,祈ってずっと祈っているんですで。自分の育った教会は、本当、政治家のために祈ろうという教会でしたので、よく祈っていました。 私は政治家になれないけど、そのえー、と総理大臣の,そのファーストレディの働きってすごい大切だから、その人のために。 何かできたらいいなって最初思っていたんです。で、あのー、そんなことあんまり願わないよね、おたくさんの人は。でもそんな思いが来たから、<for that. S 1> いいなと思いながら、でもまあ、イエス様、こんな思いがあります。 ああ目みたいなことを年に3回ぐらい祈ってました。<laughs> で、まな先生に言うと、もうはあって言われていました。<laughs> 変わっっててるなはっていう感じで,すで、そうやって祈っていったときに、実は。 この9月18日に、th, 秋夫人と会えるんです。もうすごすぎ。も私もびっくり。はい、びっくりですあの。何が言いたいかと言いますと、is, なんかこう、政治家と会うとか、すごいことが起こるということにこれをフォーカスしてほしくないんです。 私の中になぜか願いが起こってきたんです。ですそして私の人力やこんなキャラクターではとても近づけるわけがないよね、みんな。アーメン <laughs> でも、祈ってた。見心なら開くやろも、いのってた。であの私にで。 この18日、このドアが開くときに、神はそれを、その願いを、良しとされたんだと思った。そして、神様は私を見て、お会うをしさたんだと思った。準備ができたなって、許可を出してくださったんだと思った。神様は私を見をして神様私を見て、準備ができたなって、許可を出してくださったんだと思った。 ね、聖書にこういう言葉がありますエペソの手紙6-18すべての祈りと願いを用いてどんな時も見たによって祈りなさいそのために絶えず目を覚ましていてすべての聖徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいここにありますねすべて どんな時も絶えずべて忍耐の限りを尽くしてこれはどういう言葉すごいよね。これはもう制限なく祈りなさいってことです。まあ、言ったら考えないで祈りなさいってことです。 神が時にかなったことをするから、ね、だから私たち願いが起こったらああよしよしやろうやろうってすぐやるんじゃなくて主の前にひざまずいてください。 若い世代や男の人はすぐ獲物を得たくなるよね。ね結果を早く見たい。それをされるのは主です。だから私たちはずっと。 トッシュの膝元に、マリアのように、ひざまずくんですそして、時が来た時が来るのがわかりますから。ドアが開くので。 小さな思いや願いを無視しないでください。もうきっとここにはたくさんの素晴らしい願いを思いを持った人たちがたくさんここにいます。それを無視しないで今日からすべてイエス様、この思いあります。御心のままになりますようにって祈ってください。

精霊によって生きるんです、ね、その時本当に超自然的な平安が来ます。そして三つ目です。小さな信仰と思える自分を軽んじないでください。小さな信仰と思え、小さな信仰だなと思える自分です。皆さん、これをないがしろにしていませんか But you yourself? あなたが持っている信仰、大切にしていますか you your face, your face, 大きさじゃないんです。聖書で信仰をからしだねと例えています。ハワイに行くときにあの、こういう大きな山があるんですね。Uh, Hawaii, uh, 映るかな そそうそうちょっと見にくいかな、これ、あのー、なんとか山って言うんですけど。<laughs> 私は、私、uh, は、私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 は、は、私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  えー、この山はなんて言ってると思うって質問するここななのみんんれ見てて山はなんて言ってると思うって言われた。らなんててて答ええるちょっと考えてみてください 何も言言っっててなないって言いたくなるよね <laughs> 私この時にこの山見ててこう,聞こえこう思えたんですよ。あなたの信仰で僕この山は動くんだよって。弓の信仰で僕は動くんだよ 僕か私か知らんけど、私は動くんだよって聞こえたいや。いい質問してくれたなと思ってみ。みんなこの山見て、え、登れないとか、険しいとか、でかいって見えるじゃん思うよね。でも私、その質問されて、あ 弓の信仰でこの山を動くよって聞こえたときにこの山が小さく見えたんですよ。この山動きっこないのに is this, not just big. まるでこう山をこうやって持ってるような感じ。本当にこんな感じでした I、really felt like、that. 私本当にここに芽生えたものはカラシダネの信仰だったんです。 聖書にマタイの17の22この例えがこう書いています。イエスはお答えになりました信仰が足りないからですもしあなた方に小さなからし種ほどの信仰があったらこの山に向かって動けといえばその通り山は動くのです何でもできないことはありません。

皆さん信仰があるから今日ここにいるんじゃないんですかあ t たがいるか信仰なくて人は生きていけません。人は生いん。人は生きていけません。て人は生きていけません。そういう意味はみんなからしだね、いみんな持っていけまみんな信仰を、ね、持ってい <has> 持っていけまん。みんな信仰持っていけ持っていけません。みんな信仰を持ってい 持っていないって言っちゃいけない。Say, みんなからしの信仰を持っています内側に。Every 私カラシの信仰を持ってるって言ってください。Tell, uh, tell yourself, あなた持ってるよって隣の人に言ってください。Tell your n e i g 持ってるって流行ったけどこれは持ってるじゃなくてからし種の信仰を持ってるだからね <laughs> そしてイエス様はもう一つこう言われましたからし種について えーとマルコの四の三十から三十にこう言われた神様の国をどうやって説明した,したらいいかそれは小さなカラシダネのようですカラシダネは手の中で最も小さいけど成長すると大きくなって鳥が巣を作るほどになるって書いてます t His also mentioned about mustard s e e d like this in Mark 4 3 r to h i r t t y thirty two. with w h a t can we compare with the kingdom of God or what parable shall we use for it? It is like a grain of mustard seeds which when sown on the ground is the smallest seed of all on earth uh, yet uh, when it is sown and grow, uh, grows up and becomes uh, larger than all the uh, garden plants and puts our large branches so that the birds of the air can make nests in shade. So, ねここでも神様に出てくる。だから私たち小さいとか大きとかそこにフォーカスしてはいけませんよ。イエス様が大事だと言ったのはこの大きい小さいではないんです。成長しているということなんです。おってなった成長か。 プレッシャー。成長しないといけないのか。チラ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 、もう見える。<laughs> でもね、よく読んでほしい、その後。成長した後どうなるのでも、この種は。

ジ s ザ、ね、鳥はどうして木に宿るんですかちょっと皆さん、死の世界に入ってください。大きな木を想像して。どうしてこの種が大きくなって大きな木になるんですか鳥が来て、羽を休めるんです。そして。 そして大きく成長します。そして結婚します絵があるかな。そして子供が生まれます。<laughs> はい、そして 旅立っていきますそれをあなたの人生で起こるとおっしゃるんです。<laughs> 皆さん、あなたのところに人は休みに来れるような大きな木になりたくないですか <laughs> あなたのそばであなたの木に宿って糞をしてほしくないですか <laughs> <laughs> ない,ない,ない,ない でも、ふんって何ですか私たちのありのままですよ。私たちはありのまま表せる場所が絶対必要なんです。 それがからし種から生まれるんです。そしてあなたのところに宿りに来て、そこで結婚が行われるんです。まさに教会です。そして子供が生まれるんです。ね。 子供が本当に生まれるだけでなくて弟子が生まれていくんです。こう聞いたときに皆さん成長がプレッシャーになりますかならないですよ。So. もう本当そんな木になりたいと思いませんか、like、ありのままであなたのところに本当にそのままで近づいていきたいって言われる人になりたくないですか あなたのそばで本当に休まるわって言われたくないですかその始まりは何ですかからし種です。一番小さい種です。それは誰が持ってるんですか私あなた 本当に自分にある信仰に確信を持ってください。みんな、確信を持って、絶対誰かと比べちゃいけない。そして、出来事にフォーカスしちゃいけない。なんか、燃えたかとか、燃えてないかとか、なんか、勢いがあるとかないとか、うるさいとか、静かだとか、笑ってるとか、笑ってないかとか、太ったとか、痩せたとか。 かけないけど、そういう外に外の現象にとらわれないでください。あなたに必要なのは、からし種の信仰なんですそしてそれはもう、あなたが持ってるんです。 だから、このうちに起こっている小さな願い、祈りを祈り続けてください。So ね、持ち続け、祈り出すと神は信仰を注いでください。ます。 そして最初はかぼそういこ祈りかもしれないけど確信になっていきます。そいますそしてこれが神の思いだっていう確信に至っていきます。そしてそれをされるのは神だという確信に至ります。そして だからすべての願い、思いをすべてを本当に見た目によって祈っていってください。ルカの1の45です。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いでしょうとあります。 主によって語られたことは必ず実現します私たちそれを見たいんです。あなたが一生懸命考えたことが実現されるんじゃなくて、神がすべてのことを働かせて、 あなたに持た,たらしたい計画を神は見せたいんです。He wants to show you working all things and He wants to show the fulfillment of His plan. 皆さん、小さいと思うことを感じないでください。あなたの心に起こっている願いを祈り続けてください。Amen? ああ、そうですよ。 Really、true. そして最後です。Last.Thisite omoelu tudiso caronjinai degrasai.Do not underestimate faithful in little.Luca no, juu no, juu des.Thisai cotoni tudis nastoa, Oki cotonimo tudis nastoa, Oki cotonimo tudis nastoa, Oki cotonimo tudis.One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in very little is also dishonest in much. 皆さん小さいことに、忠実これはとても価値があることです。見えないことに忠実、本当に価値があることです。本当に価値があることです。ああなたの心にやってくる思い、これに忠実本当に大切なことです。あなたの,の中にあるネガティブ これは本当に祈り抜いて神の確信と変えていただかなければならない大切な事柄です。あなたの心の中にある態度、この小さな態度に忠実にあってください。今日のジャーナル、忠実であってください。 Journal, be faithful. 今日曜の礼拝、忠実だってください。日曜の人間関係、忠実だってください。Relationship you have today, be faithful. 今日曜の捧げ物、忠実だってください。Offering you give today, be faithful. 今日曜の友情関係、忠実だってください。 You have today, be faithful. 今日の夫婦関係、忠実だってください。Today, 皆さん、これがどれほど大きな実りをもたらすか知ってほしいんです。Fruit, uh, fruit クロスオーバーと言っていますけど。 一番大事なのはこの小さなことに価値を見出すということです。神が語っている小さな良い願いにしがみついてください。神はそれを語っているからです。誰にも見えないです、この話は。誰にもわからない。でも神様が。 神様だけが知っておられます。<God> 私たちはいつも主の前にひざまずきましょう。皆さん 主の前にひざまずきましょう聖霊に満たされるまで、イエス様のそばに離れないでください。これがもう一度クロスバー、クロスオーバーアゲインの始まりです。実は今日9月1日。今日は9月1日、ね。 日本では一番自殺が多い日なんです。18歳未満のこの9月1日の自殺の人数は今日だけで130人です。その次に多い日が4月8日です。 Uh, April. その日でさえ100人です And 100 people. 皆さんこれは大きな問題です this, this 皆さん9月1日実は明日がその日です <And tomorrow? S 2> 明日が新学期です9月1日は今日だけどね明日がその日なんです 私たちなぜ今日、御言葉ば聞いてるんでしょうかあなたはありのままで愛されてるってことを伝えるべきだからです。皆さん、今日聞きました。それを自分だけのうちに持たないでください。 実は私も実はこの人数にカウントされる人だったんですよ。15歳の9月1日、飛び降りてたかも分からないんです。15歳の9月1日、飛び降りてたかもからないんです。1人の人の声が私を救いました。<laughs> そんなに悩んでんだったら、教会おいでよ。ただ一言です。 本当に生きる意味って何だろうってみんな求めてます。Say this, say this あなたは神に愛されるために生まれました。神の栄光を表すために神があなたを生みました。 このメッセージがすべての人に必要なんです。だから明日学校行く人に言いたい。誰かがこの叫びを持っています。届けてください。 みんなネットをよく見てください。それを叫んでいる人たちがたくさんいます。ひと言と思わないでほしい。私たちが届かなかったら誰にこの希望を届けることができるんでしょうか。私たち、彼シ団で持っています。この彼シ団で分けていきましょうよ。 ね、そしてそれを守っているお母さん、お父さんのためにも本当に祈ってほしいです。親も迷っています。ね、親もどうしていいか分からないんです。で<も>だから親にもイエス様の愛が必要です。皆さん、立ち上がっていき,行きたくないですか Rise up for him. 成長してそういう本当に羽の折れた人たちがここで休みたいと思う教会になりたくないですかどのようにとっても社会が大きくて人た庭がたくさんあります 私の友達も毎日離婚離婚の話ばっかりです。本当にエス様しか救うことできないです。うんね、私たちこの体に持ってます。この後半本当にこの光が。 このまちまちに、学校に会社に届くことを本当に願います。ね、祈りましょう立ち上ージ、この mustard seed とに delivered over the world を信じてください。たに、問いかをてください。はずでに、心のどこかいてで 自分なんかここにいなくてもいいかなと思ってる人いるじゃないですか heart, like,、really、そうではないですあなたは大切です precious, あなたは価値があります <are> あなたは私たちの誇りですあなたは尊敬されるにふさわしい方です 私は自分を大切にしてこなかった。悪いとこばっか見て欠点ばっかり見て生きてきた。そてれた。人を責めれたり。りまをた。自分を傷つけた。り生自分をてきた。そして何よた。もして私を作ってくださ私をてくた。神様を悲しませた。をしていた。私してくれを大切にしてを大してくたしてた。 改めます二度とその言葉を口にしません私は愛されてると信じますどんなに不完全で欠けていても神の愛は離れないと信じますクリ,クリスチャンとかクリスチャンじゃないとか関係なく その条件によって自分を愛していた人、悔い改めますという人手を挙げてくれますか手手ををげげたたままにしてくださいててくくだだささいい今る人ち覚えのの父愛が 圧倒的な愛がこの人たちの人生に訪れますようにお願いします。お願ののいします。お願いします。お願いします。お願いしてくださいします。お願いしのす。お願いします。お願いします。を願してす。お願いしま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 す。 正しい神の愛によるアイデンティティを持つことができますように。そして、過去にその傷を受けて苦しんでいる人がいたら、どうぞ。神様今触れてください。イエス様の血潮がその人たちの心を癒しますように。 自分を愛し続けることができますように。イエスの皆によって祈ります。エ降ろしてください。クリスチャンじゃない人に聞きたいです。私はそのイエス様を信じて、一歩踏み出しますという人がいたら、手を挙げて教えてくれますか?ああ。ありがとう。ありがとう。祈ります。イエス様、今日も救いが来たこと、ありがとうございます。エ あなたがその今手を挙げた人た人ちの心に入ってください。手を挙げられなかった勇気がなかった人たちもあなたちの魂に息を吹き返してくださいますように。お前たちの心に入ってください。おイエスの皆によってください。もう一つだけ祈らせてください。私はからし種の信仰を持っていたさい。 でもそれを軽んじていたことを悔い改めます to 私のからし種は大きく成長します that,、uh, 成長して鳥がきますそしてそこで羽を休めますそして傷ついた羽を休めてそしてそこで本当にいい新しい人生をスタートしますそしてそこで羽を休めます Burdened wings will be rested they can start a new life and other friends will come to there and they will have marriage and they will parent and so that the next life can fly to the next you want to grow into that kind of tree Pressure growing into what I should be. 私は人々の人生を本当に共に生きる人になりたいという人 <laughs> 手を挙げて教えてください。 イエス様たくさんの音ありがとうございます私たちにはからし種を神様がもうすでにくださっていますだからここにいますイエス様油を注いでくださいあなたの愛を注いでくださいあなたの御言葉をください御霊まで満たしてください そして大きな木に成長できますようにそれは何か見せびらかすためではありません友が私のところに来て羽を休めるためです今手を挙げている一人一人の人生にそれが神様使命として届きますように 9月1日が自殺の日ではなく本当命の日になりますように。子供たちの中にイエス様の光が届きますように。私たちを使ってください。イスゴルチャージを使ってください。まちにある教科を使ってください。まちにある教科を使ってください。 何とかしてイエス様の愛が届きますように感謝してイエス様のお名前で祈ります。エイ,イエス様に拍手しましょう。ちょっと長くなってすみません、じゃあみんなで宣言文読みましょう。日本語で見みましょう、イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。 Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Amen.